皆さんこんにちは、伊豆です。本日もプロスペースやっていきます。本日の企画はこちら、ヤクルト純正のガチオーダーをご紹介していこうというふうに思います。今ですね、自分がやっていてオーダーが組めている球団ですね、8球団ご紹介していってるんですけど、前回までにねホークス、広島とロッテはですねご紹介したので、まだの方はですねぜひ見ていただくといいんじゃないかなというふうに思うんですけど、その4球団目ですね、ヤクルトを紹介していこうかなというふうに思います。ヤクルトもね、金田さん来るまで無課金やったんですけど、1年ですねちょうどやりきったので、金田さん取っていいのかなという形でですね、ちょっと無課金じゃなくなったんですけど、それまでは無課金でやってたっていう形です。そういった形でですね見ていただくといいんじゃないかなというふうに思います。で、前回と同様ですね、野手はランク戦しながらご紹介しようかなというところで、とりあえずですね投手だけ紹介してからランク戦行こうというふうに思います。ではまず先発から見ていきましょう。先発この5人ですね。でとりあえず行こうかなというところです。1人目はサイスニードというところで、ここはね最近の動画でですね紹介したんですけども、カットボールだったりスライダーでフォークが追加されたんですけど、こういったところでね、割と個人的には配球してて好きなピッチャーという形ですね。で、2番手金田選手というところは、ここはもうヤクルト純正必須ですね。で、一応中継ぎもできるので、本当に先発揃ってきたら中継ぎにはなるんじゃないかなという形ですけど、本当に先発でも中継ぎでも普通にねタイピンなくても強いというところはね、割と中継ぎ入れやすいのかなというところで、そういったところでは中継ぎでも使ってみたいなという形ですけど、とりあえず先発っていう形ですね。で、3番手は石川選手の2021シリーズ1というところで、ここから S ランク出てないですよね確かっていうところでね、個人的にはね石川さんもめちゃくちゃ配球してて楽しいというか、本当にねスラカットが個人的には使ってて配球してて楽しいなというふうに思うところなんですけど、そこにスクリューだったりフォークシュートだったりでコントロールがあるというところで、ちょっと球速遅いんですけど、ここら辺はね本当に使い方次第でいいんじゃないかなというところで、一応ね A ランク3枚くらいあるんですけど、次の S ランク出たら極めたいなとか思ってたりしたら本当に出てないんで、どうかな、スプリッツ解放なんかして限界突破するかなとか思ってたりしますね。はい、一応とりあえずここは無凸でやってるっていう形です。で、4番手が最近加入した高橋選手というところ、ここもピックアップしたいなというふうに思ってるんですけど、スライダーカットですね。で、球速も割と速い154キロ、ぼちぼち速い方なのかなって、石川選手と比べるとね全然違うので、スラカットもあるので、ここはね使っていきたいという形ですね。特のは伸びと切りだけ上げてるっていう形ですね。で、5番手が吉田選手というところで、ここはね覚醒できてくれたんですけど、スラカットだったりナックルカーブでツーシームスプリットという形でもかなり強いんじゃないかなというところで、ここは、しっかり極めているっていう形です。先発はこの5人でいこうかなという形ですね。で、中継ぎ見ていくんですけど、2021シリーズ2のこの選手というところで、ここはね今年のシリーズ1までかなスライダーあったんですけど、ここね確かなくなってたんで、シリーズ2からね、ちょっと自分はこの近藤さんを使っていくんじゃないかなと、超大ピンチという形ですね。割と中継ぎで超大ピンの場面で出してあげたらですね抑えてくれるんじゃないかなという形ですけど、で、続いて田口選手というところ、ここはね2022年シリーズ2からですねまた超大ピンチに戻ったんで継承しようかなという形ですけど、超大ピンチなんで、中継ぎにいてくれたら強いのかなという形ですね。ほんと先発でもいいんですけどね、とりあえず先発はあの5人でいきたいなという形なので中継ぎに入ってます。で、3番手が清水選手というところで、ここはね割と能力低いなと、最近だと考えれない能力なんですけど、自分はね2021シリーズ1の高速進化の清水さんを使っているっていう形です。最近はツーシームになってますよね。この清水さんですね、自分は選択契約書で獲得しに行ったんですよね。自分的にはツーシームより高速進化の方が強いのかなというところで、変化量が高さで変わる方がですね強いのかなというところで、この清水選手を残しているっていう形です。でね、割と写真もタイトルホルダーのやつになってたりするんですけど、かなりね清水さん当たるから本当に選択契約書で取ったからなのかなと思ったりしますね。で、ラストは AJ コールというところ、ここはね覚醒できてくれたと、通信持ちですね。で、高速スラカットだったりチェンジアップもね斜め方向にあるので、割と面白い配球ができるのかなという形です。で、抑えはマクガフというところ、ここはね今年メジャー行くのかなっていうところで、来年以降は出ないんですけど、本当にスプリッツ解放して使っていく選手なのかなと、タイピン持てて通信スプリットとかなり強いですよね。本当に中継ぎいてほしいなという形ですね。で、ベンチが近藤選手というところ、ここもね限定できてないんですけど、シュートってね上方向にあると思うんですけど、これツーシームなんですよね。なので割と抑えてくれてましたし、タイピンも持ってるんですよね。本当にね、結構中継ぎ揃うまでは割と近藤選手活躍してくれたなという形ですね。本当に全然スタミナなくなったら入れるかなという形ですけどね。で、控えはこのような形になってます。とりあえず石山選手ですね、ここは入れ替えていけるかなという形ですけど、で、あとは一応ね高梨選手を持ってるんですけど、ここめちゃくちゃ獲得できててよかったですね。一応ね変化球こんな感じなんですけど、超大ピンチなんですよねっていうところで、最近出ましたよねシリーズ2、それ超大ピンチじゃなくなってたんですよね。で、たまたまこの高梨選手なんか、ミキサーで取れてたので、別になんかめちゃくちゃ狙ってたってわけじゃないんですけど、高梨選手が超大ピンチだし育てようかなと思ってたら、シリーズ変わってね超大ピンチなくなったので、これはかなりでかかったなという形ですね。本当はね中継ぎで使いたいっていうか、中継ぎだよね、スライダーの変化量が小さいので、割と中継ぎで超大ピンの場面で出してあげたいなという形なので、ここは、しっかりねゲント2できたら中継ぎに入るのかなという形ですね。で、投手陣はそんな形なので、
次はね、野手をランク戦しながらご紹介していこうかなというふうに思います。どうぞ。はい、では試合やっていきましょう。1試合ですね、しかやらないんですけど、まあそこで回せたらいいなという形ですね。高校という形です。なんとか抑えていきましょう。はい、では早速打っていきましょうという形ですね。まあとりあえず0点で抑えてきたので、ちょっとね9番までは回るか分かんないんですけど、まあ回らなかった時はですね、ランク戦じゃないところでご紹介しようかなという形ですけど、1番は山田選手というところで、山田選手ね、なんかシンプルなパワフィなんですけど、まあ、パワフィア圏っていうところもあると思うんですけど、なんか思ってるより飛ぶんですよねというところでね、1番任せてるんですけど、はいはいはい、まあナイスヒットと。なんか最近パワーヒも飛ぶなって、まあもちろんねラインドライブとかよりは飛ぶと思うんですよね。ただまあこんなにホームラン出るんやって、意外とね使わず嫌いやったところがあるのかもしれないですね。で2番が青木選手というところでめちゃくちゃかっこいい、TS の青木さん、なんかめちゃくちゃかっこよく感じるんですよね自分。本当に使ってて楽しいですね。はい、レフトで使ってます。センターなんですけどね、まあセンターでは別の選手使ってるのでレフトと。まあレフトも割と守備適性高いですよね、63か、まあぼちぼちですね。はい、いやー一番ダメなことしたな。さあ広沢さんというところで、ここがねアーティストで降格という形ですね。3番で使ってます。で DH かな、ファーストは別の選手使ってるっていうか、まあ一応守備で入れてるんですけど、はいナイスまあそうなるよねっていうで4番は村上選手と、これはシリーズ1ですね。はい、まだシリーズ2は当てれてないと。めちゃくちゃ来年の能力楽しみなんですよね。でライデル・マルティネス選手というところですね。いや打つつもりなかったんやけどな、ちょっと反応しちゃったいやいやいや、佐伯山さんというところで、これはね始めた時に撮ったんですよね。やけん去年のやつでスピリッツ解放1回だけしてるね、中途半端だねっていうところですね。ここはね2年連続で登場ないのかなというところで、最初池山さん撮ってね始めたんですけど、リセマラしてね、再臨やったと思いますね。うわーバースうまいっていう形ですね。で6番かな、一応ジグザグなんでゆうへいさんが6番に来てるっていう形ですね。まあ、ゆうへいさんもね本当は2番で使いたいんですけど、あれですね、青木さんが来てからは6番打ってもらってますね。よしいやめちゃくちゃゆうへいさんもね使用感いいっすよね。で7番が塩見選手というところ、ここはねセンターで使ってるので青木さんはレフトに行ってるっていう形ですね。さあ降格、いやさすが降格、でまあ守備もね B に乗ってくれたので、まあかなり使いやすいですよね。8番かなが古田さんというところで、ここはねダルセレというところで、ダルセレじゃないわ、マークンセレクションだそう、赤背景はマークンセレクションですね。はい、で取ったという形なんですけど、まだ伝達しないですね。まあここはスピリッツ解放か、次のシリーズ取ってもいいかなと思ってます。でまあ代打陣こんな感じですね。というところで、まあここはファーストしか代打出すこないですよね、もう野手が強すぎて。というところで、まあ基本的にはねファーストに出していってという形です。でまあ、基本的にはサンタナ選手出すかなか、まあ本当はサンタナ選手だなもう割とね守備も良くて打撃もいいっていう選手が多いので、そこまでね本当にファーストぐらいしか置く選手がいないという形ですね。でファーストねオスナなんかもね、今年シリーズ2かラインドライブになったりしてるので、まあ、そこら辺もね欲しいなというところですねではちょっともうちょっと話していきたいですね。はい、ではまあ野手こんな感じだったんですけど、どうですかね。まあ割とねもう本当に完成形に近いのかなっていう形はあるんですけど、まあもうちょっとねヤクルト純正も使いたい選手なんかもいるので、まあ獲得していこうかなというところなんですけど、まあそんなところですね。あとはもう本当に最新の選手を当てていきたいかなというところで、またシリーズ2はね全然いないですよね、本当に長岡さんくらいなんで、まあそこは当てていきたいなっていう形ですね。まああとピッチャーで言うと岡田さんも持ってないですよね自分、はい、まだ当てれてないので、まあそこも当てておきたいなという形で、まあ誰かが中継ぎ行くかな、まあ金田さんかサイスニードかが行くとは思うんですけど、またヤクルト純正もね今後強化できていくのかなという形ではあるので、ぜひ興味のある方はですねチャンネル登録してみていただけると嬉しいです。またね次回も純正球団紹介していくというふうに思うので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではイズでした。